皆さんおはようございます。今日もフルーツチャンネルで一緒に礼拝を捧げてくださる皆さんに感謝します。今日も神様が皆さんを豊かに祝福してくださることを祈ります。それでは共に賛美しましょう。誰も見たことがない誰も来たことのないことが
さて今日は祝福のパート2、寛大な人についてお話をします。御言葉は聖書112編9節、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。神様は与える方です。そしてすべてのものは神の寛大な心から祝福が流れます。神様と同じような寛大なものでありたいと私たちが日々願い、自分の人生を人々に祝福を分かち与えるものになるということをですね、目指していく必要がありますが、ではですね、寛大さは私たちの毎日の生き方に表されます。そして、では1番目、寛大な人の見方。箴言22章9節では、善意の人は祝福を受ける、自分のパンを寄り辺のないものに与えるからとあるように、本当に人を祝福する人を神様は祝福してくださるということを書かれているわけなんですけれども、寛大な人は自分以外のものに目を向けて人に祝福を与える機会を見つけます。そして寛大な心は人の一番良いところを信じることができます。では2つ目、寛大な人の考え方。イザヤ書32章8節、しかし尊い人は尊いことを語り、常に尊いことを行う。寛大な考え方をする人は、人を祝福できる方法をいつでも探します。神様が本当にこの、私たちの、世界にこの福音、イエス・キリストにあるですね、救いの福音を本当にこの、作戦として、私たちを救う方法として与えてくださった。これは本当に神様の寛大な方法であり、そして神様は忍耐をもって全ての人が救われることを願っておられ、この福音の拡大を願っておられます。この本当に素晴らしいイエス・キリストの良き訪れのニュース、これは神様の寛大な心から出ている素晴らしい作戦です。そして3つ目ですね、寛大な人の生き方。イザヤ書32章8節、先ほどと同じ箇所なんですけれども、しかし尊い人は尊いことを語り、常に尊いことを行う。寛大な生き方は私たちの態度に現れます。私たちの生き方が寛大であるかどうか、それが重要です。寛大な心を持つ者は自分自身も祝福されると神様が約束してくださっています。神様の、国と、力、神様が支配する者はですね、神様の精神は自分の人生よりも大きなビジョンを持つということが神様の国の法則です。人を祝福するための寛大な本当に方法、そして計画を考えるということが寛大な人の生き方であるということが聖書の中で書かれています。そして4つ目、あなたの人生が寛大になるために、寛大さは単なる行動ではありません。見方、考え方、生き方そのものなんですね。そして何よりも神様があなたに寛大です。神様があなたに寛大であるようにですね、私たちも本当に人に対して祝福する機会を探して、寛大な計画を練って、イエス様の何よって本当に人々にですね、祝福を分かち合えるものになっていくようになりましょう。それでは今日はこの辺で、また来週お会いしましょう。今週1週間も主があなたを祝福し守られますようにお祈りいたします。また来週会いましょう。さようなら。